ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ浦和より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。はい、ボンドカーズ浦和ツッキーです。よろしくお願いいたします。今回ご紹介させていただくお車がアウディ R8 V10 パフォーマンスデセニウム、こちらをご紹介させていただきます。はい、ちょっと特殊すぎませんか？そうですね、はい、調べてびっくりしました。なんか日本限定10台、世界限定222台、はい、珍しすぎです。そうですね、まあ見たことないですね、原車は。初めて見ました、はい、で結構そのデセニウムって意味わからなかったんですけど、それがなんか10、ラテン語の10って意味、いや10周年をなんか記念した車なんですね。はい、でいろんなところが特別仕様になってるらしいので、はい、ちょっと順番に見ていきたいと思います。でまずこのボディカラー、ちょっと待ってください、名前忘れました。デイトナグレーパールエフェクト。あ、そうです、デイトナグレーマットエフェクト、はい、マットエフェクト、それにハイグロススタイルパッケージ。だから基本的にはもうツヤありの黒とこのマットのガンメタリック、そうですね、で全部まとめられてると。これ手入れめちゃめちゃ大変そうですね。そうですね、まあまあでも今流行ってますしね。まあまあそうですね、マット用 の、 あのメンテナンスなんかもまあいろいろありますんでね、はい、まあ、あとプロテクション貼るなんていう方法もありますから ね。あとはやっぱりグロスだと高級感あります。そうですね、そして車がかっこいい、閉まる、あれ8かっこいいですよね。かっこいいです。でこうライトだったりとかっていうのは当然このレーザーの、はいはい、めちゃめちゃ遠くまで照らせるやつ、もう安定のかっこよさって感じで。で早速横に回っていきましょうか。そうですね、ホイールもこれ専用になるんですよね。そうですね、マットブロンズの、いやこのカラーリングが絶妙ですね、はい、これマットのボディカラーにマットのブロンズ、この組み合わせを純正がやるのかって感じじゃないですか。そうですね、車外でなんか単造ちょっとオーダーしたいんだけどっていう時にこう絶妙な、困りますねアメタンでマットブロンズ頼んでもいいですけど、ちょっと どれをはめていいのか。そうだね、はい、ちょっと悩んじゃう感じですけど、いや純正でこれを選んでくるっていうセンスがさすがですね。そして、まあ、ブレーキだったりは当然のカーボンセラミック入ってて。そうですね、はい、でこれもう R8 ってこう車少ないじゃないですか、うん、で一つずつこう見ていくととんでもない車なんですよね、うん、もうカーボンと、あとアルミを多用されまくってて、なんかこれのレーシングカーの LMS とかっていう R8LMS でしたっけ、うん、レースに出てるやつ LMS、はい、あれとほぼほぼ一緒というか、うん、半分以上なんかコンポーネントが一緒らしいですね。だからもうアルミのアーム類はもう当然だし、エンジンはドライサンプルだし、いやいいです、はい、もうとんでもないだからもう実際こうお値段以上というか、うん、多分相当すごい車ですけど、うん、日本だとアウディなのでみたいなところで、確かにちょっといい意味でちょっと普通っぽさが、そうですね、この後ちょっと内装とか見てみますけど、うん、出てますよね。なので、まあ、フェラーリとかランボとかっていうとんがった車だとなちょっと目立っちゃうんだよなって人には、うん、まあ、十分目立つけどねこれでも、確かに非常に乗りやすい車なので。そしてあとはカーボンのパーツなんかもついてて、ミラーなんかもカーボンになってたりとかしてるんです ね。 そ、 うですね。そして横もこのでかい面積が全部カーボンですよ、うん、そして横もこのグロスブラックグラスパーツがついてたりとか、はい、これサイズ感もなんかどうなんですかこれ、大きすぎないというか、うん、はい、なんかその辺もちょっと毎日乗れちゃいそうな雰囲気を、乗るとすごい乗りやすいんですよね、もう本当にえっていうぐらい。なんかこう比較に出される裏感とか、うん、あの辺よりだいぶ乗りやすいとかっていう、乗りやすいで乗った時、乗り込んだ時のポジショニングとかなんかがもう全然他のスーパーカーよりもこうし、なんていうか乗用車ライクって言っちゃうとあれだけど、なのでまあこんなにお金払ってんのにこの感じって言っちゃう人と、いやこれすごい使いやすいんだよって人と多分分かれちゃう、ね、確かにちょっと両極端に分かれそう、ね、そうそうそうなの。特にこの手の価格帯の車だとちょっと特別感とか、うん、とんがった感じを求める方多いんで、非日常としてっていう車ではないので、うん、もう日常として使えちゃうスーパーカーなので、毎日使えそうな感じはちょっと内装外装見て取れます、うん、であとは後ろなんかもしっかりカーボンセラミックとでかいのが入ってて、だから一つずつ見てるとだいぶやべえ車ですね、うん、これそうなんだよね、下回りとか見てもいやすごいんですよ、もうほぼレーシングカースーパーカーですよ、はい、まさにスーパーカーですよ。
そのままそして後ろなんかもしっかりカーボンのパーツと、だって見てください、このエンジンルーム全部カーボンじゃないですか。そうですね。そしてこのゴールドというかブロンズのインマニがちょっとデセニウムの特別仕様なんですよね、うん、こんなのありますもう、ね、そして後ろもしっかりこのグロスのパーツ盛りだくさんで、すごいですね R8。 そうですね。で今回この車はマフラーがちょっと変えてあると。あ、そうなんですね。はい、カプリストです。ただこれ出口はそのままですよね。そうですね。ちょっと見た目は変わらないんですけれども、うん、ちょっと刺激的なサウンドと、あとここからチラッと見える、はいはい、パイプが、綺麗なパイプが、はいはい、ちょっといやらしい感じで。そうですね、はい、だからもう完全にちょっとクロート好みじゃないですか、うん、ちょっと分かりやすさはもう一切排除されてますよ。そうですね、はい、もう本当に2の人がちょっと痺れる感じだ。そっち買うのかそっち買うのか、確かに確かに確かに、いいフォーメーションですねこれ今回、はい、そしてこれを買うのか、確かにね。でここを選べる人って相当なセンスか、はい、だと思います、うん、じゃ続いて内装を見てみたいと思います、はい、でこのドアノブがちょっとだけこう隠れた感じの。そうだね、はい、そして内装はこんな感じで、内装もいい意味でですよ、普通、うん、はい、とんがってない。そうなんですよ、はい、本当に先ほど月間さんおっしゃったようにちょっと特別感とか非日常を求める方だと逆にあれっていう肩透かしを食らっちゃうぐらいの、ただもうなんか細かいところ見ていくと全部レザーだし、しかも内装もなんか結構特殊な技術いろいろ使われてて、そうですね、特別なんですよね。で当然そのファインナッパレザーもそうだし、デコラクティブグロスカーボンパネル、あとアルカンターラのヘッドライニング、だからもうちゃんとポイントは抑えて高級感とかスポーティーさが、はいはい、演出されているという。そしてなんかインテリアのマット部分の仕上げがなんかアウディの特許でなんかいろいろやってるらしいですね。どの部分かちょっと分かりませんなんか1000分の1ミリ単位のなんか処理がされてて特殊な粉末を使ってるらしいです、うん、あとは装備関係もバングがついてて13スピーカー、そうですね、550ワット、はい、もうこの V10 サウンドを楽しむのかちょっとオーディオを、ね、聞くのか、どちらでも大丈夫です。確かに、はい、なんかもうランボとかフェラーリだといやいやスピーカーじゃなくてこうエンジンサウンドでしょって感じですけど、はい、こっち両方聞けちゃいますね。そうですね、はい、そして全体的なこうデザインもちょっとこうレーシーさあるんですけど、こう日常使いできそうな、うん、なのでその GT カー要素を備えたスーパースポーツみたいなところですかね。なるほど、はい、もうシートなんかもこのダイヤモンドステッチでいいですね、うん、でこれちょっとシートの背面に少しだけスペースもあるんですよね、うん、だからもう全くこうスポーツを強いられる荷物が積めない車というよりかは、まあ、多少この後ボンネットなんか見ますけど少し荷物は入るという、うん、ちょっと乗ってみましょう。ちょっと待ってください。このスカフプレートのところもしっかりデセニウム、そうですね、はい、でカーボンのプレートで10とかって書いてないんですよね、うん、そうなんだよね、どこにも10って書いてない本当に普通の人が見たら何のこっちゃですよ、うん、ちょっとその分かりにくさもいい感じです。そして乗るとっていうかまず乗り込みやすいっす。乗り込みやすい、そうです。なんですかね。うん、そしてシートもめっちゃこう座り心地がいいというか、普通になんか高級車にしてるじゃないですか。そうなんだよね。で乗り込むと広い。そうなんですよ。タイトな感じはそんなにない。閉塞感ないですね。うん、でシートも本当にこうクッションも硬すぎず、うん、この見た目だとどうしてもこうガチガチのスポーツシート想像するんですけど、うん、横は少し硬めですけど。シートなんか本当にもう言ったらちょっとポルシェより少し硬いぐらいなもんで、うん、はい、ものすごく座りやすいし、で内装はこんな感じです。もう今回の車、そうだ最初に走行距離言うの忘れてましたね、うん、1700キロ、1700キロ、ちょっと若干意味が分かりません、はい、ということでもうアルカンターラも、もうケバケバのままですし、そうですね、はい、内装のコンディションももう申し分ないです、はい、そして、まあ、ところどころちょっとこうレーシーさというか、うん、まあ、普通のアウディじゃないぞっていうところを感じるのが、まあ、この辺だったりとか、はい、しっかりついてると、はい、そしてここにしてみましょうか。ただこれ出てくるのはちょっとこう安心安定のアウディの表示が出てくるという、そうですね、はい、ちょっとなんか混乱します僕的には。ちょっとガソリンがないようですけれども、はい、そしてあとはこの辺のレバー類とかパドルとかも意外に普通なんですね、うん、なんかもっとこうシャキーンってなってた、そうですね、いい感じですけど、はい、他のアウディとかと同じパドルがついているという、過度な演出はしないという、そうですね、はい、このスイッチ類なんかも
もう本当になんかこう見た目というよりかは実用性をちょっと重視した感じの、あでも、はい、土、はい、銃あった、あったこれが多分特許のやつですね。そうですね、はい、マット仕上げの、はい、唯一ここに銃って可愛く入ってるという。そしてペダルなんかも割と普通です、はい、もっとこうタイトかなと思って、うん、こうなったりするのかなと思いきや割と普通。ちょっとこの左足がもうどうしてもタイヤがある関係でしょうか、うん、ちょっとこっち寄ってますけど、まあ、ペダルレイアウトなんかも割と普通です。そしてこの辺がもうモニターとかないわけですよね。そうですね、はい、エアコン周りと、あとここに結構深いですね、はい、小物入れとで、はい、ブロックスもう結構奥が、だってグローブボックスもこの形の車でこんだけ容量あるんですよ、うん、すごくないですか。自分の車の取説が入らないグローボックスとかあるからね。でもこの形の車だったら普通じゃないですか、うん、それがむしろ開かないやつかもありますよ、はい、ここまであります、すごいあると、うん、そしてこの辺のシフト周りなんかも、まあ、ちょっと形状なんか違いますけどいい意味で、うん、はい、本当に毎日使えそう。そうですね、はい、だってここに至ったらだって一緒ですよ、うん、はい、これすごいっすねこの組み合わせを作ってくるのっていう、うん、だからこうグループでやっぱりランボがあるっていうのは結構強いですよね。そうですね、うん、ランボ持ってないでこれやってたらちょっとどこに向かってるのか分かんないですけど、うん、もう本当に対極の車を作ってくるっていう。そしてここ、これ開くんですか。そうそう、あ、これが開くんですね。あ、これだけなんですね、うん、これバカとかじゃないんですそう、バカじゃない。これだけ開いてドリンクホルダーが出てくる、はいはい、そして先ほど言ったシート背面のスペースがこのぐらい、ね、はい、ネットも一応ついてるんですよね。だちょっとしたバッグとかコートぐらいだったら、はい、置けるかなっていう。でも大概こういうのってあの飛んでるから置くなって書いてあるんですよね、うん、はい、そしてディスクもしっかり入るという。でこのバイザー、バイザーここから前から出てくるタイプなんですね、はい、しっかりでもアルカンタラそうですね、はい、いいですね。こんな感じになっております。であとは随所にカーボンのパネル、ダッシュの端っことかドアとか、ね、でレーザー割りで使ってたり、ね、あ、ここもよく見たらカーボンなんじゃないですか、うん、はい、ものすごいお金かかってますね。横も全部レーザーだし。そしてこの剛性感半端じゃない。今ちょっとビビりましたよ車だって揺れなかったっすもん、そうですね、いやなんかこう普通なとこと普通じゃないところがこう混在してて、そうですね、本当に混乱するこの車、はい、こんな感じの内装になっております。続いてエンジンルーム見てみたいと思います、はい、エンジンがもう名前の通り V10 5.2 リッター FSI 620馬力、はい、620馬力感がなんかこう分かりづらい。そうねそうなんですよ、そこが良し悪しですね、はい、そしてトルクが 59.1 キロ、これだからめちゃめちゃ速いんですよね、うん、もう車重もだって1600キロ1670キロ、はい、そして0 100 3.1 秒マックス331キロ出るんですよ。もうどうかしてます。それでこの入れたちとで、はい、しかもすごいのがこれだけやってあったらもうなんかちょっともう走りにめちゃめちゃ振って、うん、もう燃費もうなんかその環境性能もう知ったこっちゃありませんっていう感じかと思いきや、なんかその辺も結構考えられてるんですよね。そうですね、はい、シリンダーオンデマンドとか、うん、まあ、要はあのシリンダー休止システム、あとコースティングって言ってその惰性で、そうですね、エンジンあのアクセルオフにした時に駆動を切り離すような燃費稼いだりとか、はい、環境性能を向上させたりするような機能もついてると、うん、でミッションの方が7速定番の DCT エストロニック。だからなんかなんすかね、ここもちょっと混在してますねちょっと行かれたところとちょっと考えたところと、はい、そしてエンジンルームのこの色気も、うん、もう思いっきりだってもう裏感じゃないですか。そうですね、はい、ちょっとつながるところをやっぱり感じますよね。かっこいい。それはね、あのガラスフードにもしたくなるよね。確かにこのあえてのガラスフードでしょうね。別にこう閉じちゃってもいいわけですからね、うん、そしてもう全部カーボンと、こんな感じです。はい、じゃあ続いて前側のトランク、はい、トランクちょっと見てみたいと思います。で容量はちょっとコメントに困る容量でも割と入るのかな、この車の形からしたら割と入るのかなっていう。超広いですねと言わないですけど、うん、割と使い勝手的には、まあ、バッグなんかも全然入っちゃいますし、うん、だとこのボンネットの開き方ですよ。ボンネットというかこのフードの開き方、ガバッとここまでガバッとっていう。でもここタイヤ見せないようにしたのはちょっとそういうところかなっていう。そうですね、アウディたるところ、はいはい、
もしこれがあの他のスーパーカーメーカーでやったら多分タイヤ見えたでしょう、うん、むき出しにして、はい、あえてアストンここら辺がもう泥だらけになるっていうね、はいはい、アストンみたいなこうタイヤと色が丸見えみたいな、はいはい、したんじゃないかなっていう。であとは今回の車やっぱり毎日乗れる車ですけど毎日乗らない使い方も多分あると思いますの で, す、ねはい、まあ、しっかりこの辺のバッテリーメンテナンス接続なんかも出してあるとこんな感じでしょうか、はい、続いて電動周り見てみたいと思います。お願いします。続いてマフラーの音も聞いてみたいと思います。でマフラーはリモコンでバルブが開け閉めできるようになってるみたいなんで開け閉めで両方聞いてみたいと思います。お願いします。ありがとうございます。最後になりますけれども乗りたかったっすね。そうですね、ちょっと車が特殊なのとあとはちょっと梅雨時期なんで、はい、最近試乗が全然できてないんですよ。そうなんですよね。ちょっと今回もショートバージョンでお届けしました、ね、はい、まあ、タイミング見てどっかでお届けしたいですね。そうですね、はい、もうちょっと乗ったらまた驚きの車だと思うんで、うん、ただ音はやっぱりめちゃめちゃ良かったですね。そうですね、はい、もう朝から痺れちゃいました。これを首都高で少しちょっと聞いてみたい。確かに、はい、ちょっとトンネルとかちょっとそうですね可能したいですね、はい、はい、というわけで今回はアウディ R8 V10 パフォーマンスデセニウムをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。